お待ちください。さっき狼でふざけたけど。あなたの役割は、そうそう、いい狂わ。人。狂人と村人が一番気が楽だ夜から。になりました。そのままお待ちくだ適当さにい。やっていいっすよ。多分ゲームちょっとね、やりたいんで、今特に試合数が少なくなってるんで、リスナーさんにライブで見てる人もいるけど、時間と当然見れない人もいると思うから、起こせればね、この前25日にやったけど、一応ね、覗いてはいるのよ。今日はマスターさんがね、蹴らない人だからね、いた。俺ずっといた。わかんねえ名前の人だと、わかんねえんだよ。レッドバイやそろうかのなままとお思っ待たちけくど、だやめさた。い。まあいいや、アップデートの時に頑張りゃいいだけだからね。アップデ前に頑張りすぎて、アップデートになったら疲れ切るっていうのはもうなんか、定番化してきたな。朝が来ました。初日の襲撃はありません。5番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、私の思考回路としてはですね、これいつも言ってるんですけど、まあ、狼を探す姿勢ですね。これがやっぱりなんとなくこう出ますよね。探してる疑いの視点を向けても、その理由が、んとね、まあ、ケアもできたり、納得できるような発言するでしょ。白老っちゅう、まあ、見る人もいるんですけど、まあね、私はもう一人、その一人のこの村人を見つけていこうかなと思ってますね、私。まあ、大体そのパターンで行ってますね、初日はね。あなたの発言です。はい。狼を探してる。まあ、疑っている。狼いるじゃないかと疑ってる姿勢がある。で、前半の話で。後半は、村探していきます。どっちかっていうと、その人を信じるっていう作業だから。まあ、前半と後半で、まあ、連動していないと考えればいいのかね。5番がもし村であれば。うん。はい。連動して考えてるとなると矛盾だけど、まあ、人間、前半と後半でうまくまとめて話せないってこともありますので、2周目聞きたいと思います。5番の考え方は村探していきたいと。人に要求するのは、狼を疑ってる姿勢を持ってるかっていう。まあ、一つの考えとしては、まあ、ありかもしれません。人にはこう要求します。自分はこういう考えです。なのかもしれません。はい、以上です。はい。7番さんが発言します。はい、あれ？私を、待って。あ、そっか、ごめんなさい。ごめん。やってたんだけど、徳四郎なんですけど、すいません、ちょっと、7番さん、5番さんの発言が、ちょっとプツプツだったんで、足す言ったんですよ。足すじゃない、Wi-Fi 切りに行ってて、消えました。ごめんなさい、遅くなりました。電話がいいな。電話にするよ、俺も。なので5番の発言がすごいプツプツだったんですよね。で、その中でも聞けてたのが、5番さんは、狼を探す姿勢を見ていくっていう話が言っていたと思うんですよ、最初の方。なので、まあそういうところを村っぽく見るのかなっていう発言だったと思うので、まあ2周目、まあどこを狼っぽく見るのか、村っぽく見るのかっていうのを聞いていきたいなって、その理由とともに言ってほしいなって、おばさんに思います。まあ、とにかく思ったことを率直に言っていく。本当はね、プリコネ終わったらロマさんやろうかなって、8逆だっ番たけど、ロマさんさんががやろうかと思ったら、発言なんしか、ます。アプリはい、全1周体目がお願いします。フィーリアングっプリぽがくね、なるん反です映けさど、れ5てないん番だよ、さんに概今ね同意で、5番日。おばささんんがも言っ5て周る年ことっなのに、て、まあ、アプリ村がに反は映さそうれないっいうていう、姿勢を見あせれ、てほあしい。れ、で、自身はその中ひどからくない？手をメンつテナなンスげするっでて言っあてんろうのに、村を一人探して、本当はね、一緒昼にから人ロ道をマさ探んやしる予てい定だっくったけていど。う意味だと私は解釈しているんですけど、静かにそなもろそも私自身がう。うん。そうとりあえず、いう、土星人が頑張ってほしまあ、いんだ。信仰という進め方をし俺たはいタほんイプとで、た一まにし人かやらないおちじゃんさとんだもらかうら、気邪で魔しきたくたら、ねえん一だ緒かに手ら。をつないでやっていき多たいすぎんだなっろ、ていう、245788。なんかすごいコスパいいなと思ってうん。今日たんで、邪今魔日しな勘いよう違にがしよ高いです。う。おっさんは。で、まあ、
6番さん、7番さんに関しては特に連携はないです、現状。なんかね、はい、アプリの方の連携がなんか狂ってで、まあ、高速位置、発言聞いていきます。お願いします。結構なアプリがなんか、あれらしいけどね。おばさんは 5.5 周年なのに。9番さんが発言します。1以上、反映されない。はい。で、5番から始まって7が6白だけか、今のとこは。僕はの占い師が、2番目だったら、2人目の占い師以降の人から釣りたいっていうのがあるんで、それぐらいですかね。初日はもう盤面だけで釣り地決めていいかなと思ってます。発言内容より。だから1番が占い、2が霊能だったら、3と4から釣りたいですと。占い師が狂人だったら、3と4に狼いないってことはないだろうと思ってるんで、7が6白だから、6が狼の時に、6と8が狼で、あ、狂人が出たって分かった状態とかだと、例えば1と2、1占い、2狂人でも、2霊能でも3と4に狼いないっていうのはあるけど、それ以外であれば、占い師が狂人の時は、2人目の占い師以降に狼いるだろうっていうのが、言いやすいだろうってなってるから、僕の中で。そういう釣り方がしたいです。まあ、ただ、霊能がここって言ったらそこ入れます。以上です。1番さんが発言します。まあ、なんか占い師の、ね、2人目が出たら釣る。俺はあんまり9番の意見はあんま分かんないですね。自分が簡単に考えたときに、占い精査したときに、まあ難しいかもしれないですけど、占い精査したときにどっちかに落ち度はあると思うんで、そうなったときにどっちかの神明上げたときって、後半位がもし神明上がってた場合って、絶対に前半位から釣るんですか？あ、間違えた。前半位が神明上がってたときに、後半位、前半位から釣るって言ってましたよね。悪くなってしないで。そうなった場合、逆だったら申し訳ないんですけど、それだった場合、どうするんですかなっていうのは気になった。人外要素ではないんですけどね。うん、俺はすごい気になるなって、村支店だったらその発見ではいいんじゃないかなと思った。マスターさんね、6番の投影して7番の印象はまあ普通かなっていうぐらいですかね。かで、8番がすごい HP 上げてるんで、一番危険人物かなっていうぐらいですかね。はい。人外要素は特になかったです。はい。2番さんが発言します。はあ、今のところ特になんかこの人が人狼やなみたいな人は全然要素取れてないんですけど、ただ占いが、まあ、7番さんで企画したら、まあ、まあ7番さんで占いが決まったら平和村になったらいいなっていう感じで持ってます。だから今は7番さんを信じてみてますね。2周目は分かんないですけど、今んとこ7番さんが死んで、で、まあ、5番さんから始まって特になんか、5番さんの一人村を見つけてっていう感じは、まあ確かにそれでなんか見つかったら、うん、この人は頼りになるなと思ったらその人についていきたいなと思います。3番さんが発言します。はい、レイノーディーさんお願いします。なんかね、なんか5番さんってまあ、なんか一人の人間をまあ探していきたいんだって言ってるけど、なんか狼探そうやって思うけどな、5番さん。なんか5番さんがね、まあ、人間主張するならば、あくまで人間って、まあ、2日目、3日目で、まあ、人間拾えたりすることはあると思ってるけど、なんか1日目で人間拾えるんかなって5番さん思ってるで、俺。なんか狼探そうや、5番さんって思ってんやけどな。なんか、ここに対して何なんだろう。なんか9番さんの思考はあまり僕の中では理解できんわ。まあ、9番さんの中で1番、2番、白を持っていたときに、まあ、7番、狼の軸で追っているものとか何なんやろうなって思ってる9番さん。なんかよくわからんなって思ってるわ。だから9番さんも変やなって思ってんやけど。いやー、難しいね、これ。まあ、あくまでも乱定します。あ、以上です。4番さんが発言します。そうですね。まあ、2番さんがあんまり人狼でやってなさそうだなっていうのがあって、これは、私はね、平和村よりかは、
7番さんの対抗が出て、それで LINE 精査とか、その発言を聞いて、まあ、人狼が出てくれた場合っていうのは、対抗に、その発言の中で、対抗を見つけられて、相方を見つけられていけると思ってるから、私は平野村、結構難しいと思って、市民の方が難しいと思ってるのね。だけど、2番さん本気で平野村望んでそうな感じが、なんか感情から見受けられたかなと思っていて、まあ、5番さんに関しては、進行路自体は悪くはないんだけど、もしね、その5番さんがその村だと思ってる人が人狼だったときに、黒要素をね、後で言えなくなるから、きつい。5番さんが発言します。うん。まあ一応待ちましょう。ギリギリでもいいんですけどね。現状、まあ、8番さんの位置だとまだね、7番がルナイシで、まあ、中田シルなんで、私の視界、思考をね、理解した上で、これはね、まあ、いけるので、うん、それを、まあ、どう見たんですかね。あ、スクーター1番さんね、ここね、難しいんですけど、両面性あって、ああ、実に2枚ね。じゃあ、平野丸ですね。じゃあ、ほぼ千葉さんかな。ちょっと不当かなと思ってますね。まあ、キスヤが仮に進路だった場合は、まあ、千葉さんが強靭の可能性もあるんですけど、ちょっと盤面きついですね。多分、ゲームの人、4番さんがですね、ここがやっぱりね、ポイントかなと思って。てますね、今のとこ。まあ、人道はあるかなと思ってます。ただね、騎士や出て、相方で出るか微妙ですね。まあ、そうなると8番さんもなんというか、言いたいですけど、今日は私は1番さんでいいかなと思ってますよ。うん、占い着4番さんと思いますね、ランダムの。まあ私でももちろんいいですけどね。はい。1位はちょっと漏らしてんじゃないかなと思ってます。あなたの発言です。はい。まあ7番に任せますって感じですな。7さんに任せますってことで。9番か2番、まあクロスさせて、まあ、答え出したらいいんじゃないですか。うん。まあ、漏れなかったら、強人か人狼。まあ、人外確定なんでね。そうなんですね。8番、2番っていうのは5番の意外と評価してて、4番も2番評価してるってことは間接的に評価してるってことかな。で、5番の今の話だと1番は5番に対しての評価が低かったのかな。9番は盤面の話かな。9番が2城持ってんじゃなくて、1番が2城だった場合の後輩地の3、4の狼いるんじゃないかっていう9番の独特の盤面的な話なんだろう。ちょっと俺もちょっと半分ぐらいしか分かんないけど。うん。ということで、7番、3番に任せるって感じですね。急にどっちかは、まあ、どうしたらいいんでしょうね。7の位置で決めた方がいいのか、3の位置で決めた方がいいのかっていうのが結構難しいかな。急にの話聞いてからの方が。どちらかがね、強人か人狼で出てると。どっちかが強人だったら二狼構成。人狼だったら、強人と人狼が潜伏してるっていう。一枚一枚ですね。平和村になると思わなかったです。はい、思わなかったです。まあ何か占い師が出てね、6番に黒なんてそうな感じの予感が漂ってたのに、平和村でびっくりですね。はい。とりあえず、はい、怪しい人つって、まあ8145で、まあ、2人の中のランテージとかやってたらいいんじゃないかな、一本視点よりはね、投票見れるんでね。以上です。はい。ということで、能天気にね、来ておりますよ。7番さんが、発言します。2番さんが7守り、9番さんが3番守り、これ固定でお願いします。で、5番1番の欄にしたいと思ってます。まあ、対抗なので、まあ、そこの色というか、それでいいかなというふうに思います。まあ、まあ、1番も多分5番あげたいと思うわ。だって何の要素も、何かを落とすんだったらわかるんだけど、なぜ一番が人外っぽく見えるのかっていうのを言ってほしかったし、
まあ、ただ1番さんに思ったのが、9番さんに対して、まあ、人外要素がわからないけれども、漏らしてんじゃないって言ったんだよね。まあ、漏らしてんじゃないイコール、人外っぽく見てるんじゃない要素として取ってるんじゃないって思ったのが1番さんでしたね。で、5番さんにしてもちょっとわかりにくかったです。なぜ、人狼を探す目線がある人がよく見えて、ない人が悪く見えるんでしょう。そういう視点で物事を喋ってなかったと思うんですよ、5番さんって。誰が人狼を探していたかとか、誰が人狼を探していなかったかとか、そういう目線で見るって一周目言ってたのに、なんか全然違う要素というか、何も要素を落とさずに、1番が人外っぽいです。4番さんが肝です。ポイントです。人狼臭いです。2番、9番に相方が出るとは思いませんって。まあ、理由もなしに言ってたので、まあ、何を根拠に言ってるのかなと思ったのが5番さん。4番さんは自分は平和村は嫌いだけど、まあ、2番は素直に言ってるように思う。だからどうなのって、だから2番のことをどう思うのって思ったのが4番さんでした。なんか難しいね。まあ1号の欄、まあ、まあ3番、4番の発言聞けないから出たと思うけど、まあ3番さん意義やって。8番さんが発言します。はい、2周目お願いします。1号なんですか？だから私は5番さんになるんですけど、まあ、7番さんがおっしゃっていたことそのまんまになるんで省きますね。で、2級に関してなんですけど、5番さんの発言から自分を占ってもいいよとあったので5番今日読み。やっぱりは、まあ、騎士は新郎でしょう、多分この出方。まあ、流れ的にね。5番さんがちょっと強人っぽいなって、1番さんが9番さんのことを疑う視点って、あの時点では、まあ、正当だったと思うんで、私自身。9番さんがその後から出てきた占いどうのこうのっていう話をされていたので、あそこは妥当な視点、視点だなっていうのが1号比較なら5番さん投票です。はい。9番さんが発言します。まあ、3が後ろにいる隠し路の霊能から、霊能がどうするか見ると、霊能、3がこっちもここまでとか言うんだったらそれで行くけど、6番が岸から行こうとしてた。それちょっとあるじゃない。2と9どっちかが狼か狂人だからどうのこうのって言ってたけど、それで新規してたら7番、ダメだと思うよ。え、まあだから、岸から行くって言ってねえやろ。3出してパッてやるかな。どうでもいいだろ。平和村かなと思ったけど、2番はどうなんだろうな。2番が、はぐらかしてる。私でも狼でも出るんかな。まあこれちょっとまずいかもと思って出たと。それがどういうあれなのか、わからない。まあいいや。3が指定したところに投票します。で、3が言ったところも守りますと。何も言われなかったら7守る。以上です。いや、言ったじゃん。あれ言わなかったっけ。1番、3が発言します。なんで狼で出てるの。まあ人外視点と村視点じゃないってことは、人外視点に立ったとしても人外視点じゃなくて村視点でもないっていう話です。これよく言葉で使うんじゃないですか。どっちもないっていうことですよ。要するに7番さんにアンサー返しとくと、まあ、それでも分かんなかったらまたもう一回聞いてください。俺は別に5番よりか4番の方が強いだいかなと思ってしまったな。じゃあ5番強人2級ローだった場合に、4番の方が2番の新上げっていうか村要素を爆上げして、私の正面の2番と、ね、誰も上げていない要素から気になる要素が1点もないっていうのがすごい気になってたなっていう。縛りもう1しかないんだ俺、だから4番の方が臭いかなって思ってしまった。5番はローはあんまりないかなって、ローか村かなと思った時間違えてる村ってもあるから、俺は4番の方が強いだいかなっていうのが一応3番に2回しとく。私は横島なものじゃないですよ。まあ岸から行くって発言が出てる、別に結婚されてる方もいらっしゃると思うんで、私はそれはあんまり少ないかなのために戦いますよ。思ってしまう。1番釣りましょうか。1番しょうか。8番が臭くなったかなっていうのも1点かなっていうのはあるんですけど、何の人外視点を落とすね、今のところ保留かなっていう感じですかね。ギャンブルとかも出ない。5番にまあ言ってほしかったのが、一番強だったときに、なんで一番強の視点が落ちるんかなっていうのがすごい気になった。もうちょい人外要素って、じゃあ、あの視点あったんじゃないのって思ったんだけど、その発言があんまり人狼っぽくはなかったかなってですかね。強だったらあるっていうのはまだ納得で。くらいですかね。騎士についてはあんまり判決がついてないんで、これは4番ついたいっすよ。
2番さんが発言します。占いの7番さんが2番さん守ってくださいって言ってて、で9番さんってそれ聞いてなかったかなって思ったんですよ。で9番が何で出てるかは分かんないですけど、占いは私が守ります、あの2番さん7番さんが2番から守ってほしいっていうふうに言ってるんでね、はい、あのそれ9番さん聞いてなかったんですか。で1番さんってなんか結構いろんなところにヘイトを飛ばしてるんで、まあちょっとなんか人狼っぽくはないなとは思いましたね。まあ1号の欄だったらまあ、うん、まあそうですね、まあ5番さんの黒要素がなん、ちょっとね難しいんですけど、ただちょっと1はないかなって思ったんで、1号だったらじゃあ5かなっていう感じです。私7守ります。3番さんが発言します。まあ1号の欄でいいし、まあ2番さん7番護衛で、まあ9番さんは僕護衛してください。まあ8番さんって、1番なんか8番って気にならんのかって思ってるわ。だから1番さんの中でさ、まあ8番に対して、8番の5番、1番の審議って、あくまでも5番って、まあ5番にあの1番に対してね、この1番に対して、まあ要素が落ちないんだっていう5番から1番やろ。でもこれがあくまでも人外要素なんかなって思うよな。その上で8番の中で1番から9番に与えているものが、まあ、1周目に良かったからこそ、まあ、1番評価できるんやって言ってるけど、そうかって思っているよな。なんかよくわからんわ。なんか1番から9番に対して言ってる内容が俺はあまりなんか要素が取れんかったからこそ、なんか本当に評価できるんかなって思ってるんだけど、なんかあくまでも1番って2周目の話まで聞くべきやない。八番さんの中で結論早いなって思ってるわ、八番さん。だからなんか、一番の中で、なんか4番っていうよりも8番に対して思考向かうのかなと思ったのが一番さんやなと思ってるんやけど、まあ5番一番の欄でいいと思ってるで。うん。なんかね、4番から人間要素は俺は取れんなって思ってるから、まあなんか、一番が4番に対して思考向けてるものなんなんやろうなって思った時には、まあ一番強靭もありそうやなって思ってるわ。なんかあまりなんか人間っぽさ感じんなって、このもの。まあ、2番さんは7番超え、9番は3番超えしてください。まあ多分ね、どうなんだろう。2番さんの中で7番が一瞬死に見えたんだって思考ってどこから見えてくるんやろ。わからんわ、俺。わかんない。うん、まあ5、1の欄にしましょう。じゃあ5番、1番の欄で。はい。まあ、2番さんは7番超え、9番は3番超え。はい。4番。一番釣りましょう。今日はまあ男性は1番しかいないんで釣れるところ。7番さんに聞くと、うん、4, 5, 7, 2番さんが本当に7番で1番としてほしいと思って、ね、それで言ってるように感じたから村っぽって言おうとしました。ただちょっとね2周目の2番さんね微妙でね、私もねなんか1番さんってその5番さん釣りたくないっていうで4の黒要素って言えてないんだよね。だからなんかめちゃくちゃ強人っぽいなと思ったんだけど、強人っぽいあのムーブしてる人狼もあるかなと思ったから、5-1だったら1釣っちゃうかなって。もう一つ理由があるんだけど、まあ、5番さんも5番さんってその 4占いがいい、まあ、こう自分でもいいけどねっていうのもなんかよくわからないんだけど、ね、1番さんって6番さん強人で置いたんだよ。で6番さんが強人だった場合ってさ、騎士から行こうってなんて人絶対言えないんだよね、うん、と思うの。はい。なので、まあ、1が6を強靭で置いたところが、もう1番さん人外にしか見えないから、1番さん投票します。8番さんは5番さん釣るっていうのがすごい早かったなって私は思います。私はその5の発言聞いて、5か1どっちかなのか。でも8もその、だから5をすごい評価してたけど、そこまで評価する。無理だね。評価に進行論だけでそこまでの評価に値するのかなっていうのも気になってたから、ただまあ1番さんが6強人で見てるので、まあ1番さん釣ります。なんか方針が反映されてないスマホゲームいっぱいあると思う。投票してください。
アバターをタップして選択できます。おもろいから一番釣り。一番釣りしかねえだろ。とりあえずね、人狼好きな女性陣がね、いっぱいゲームしてほしいから。女性陣がたくさん増えて、華やかな人狼ゲームであってほしいんで。うん、釣れるとこ1しかないんで。うん、さよなら。もう別に、一番の狼でも別に。投票を終了しました。これ巨人だし、別に。追放される人が決まりませんでした。占い出ねえやつが悪いんだから。もう一釣り。5番さんが発言します。占い出ねえやつが悪いんだから。まあここブラス意味ないんでね、やっぱりね、多分4番さんの位置が重要なんですよ。大神なら絶対に出る位置なんですね。そこ潜伏してるんで村か人狼なんですね。でやっぱ2周目8番さんですね。私を強人で見たんですね。おずりか。たぶん8番さんって、ケアしたときに毒なって、まあ、ラナランが最初、役で出たんでね、精査落ちない。投票放棄。投票放棄。たぶん8番は5はチェストを打ったと思うんですよ。歴史ないと見たら強靭塗りですね。たぶん、8番はもう、たぶん確定と思いますね。人狼ですね。で、多分2番さんの方が何にすり寄ったんで、2番さんも強人か人狼だと思うんで、場面的に4は白くなるんですけど、1があそこに入れてるんですね。疲れたなぁ。マジ疲れた。1番さんが発言します。だから、4番は確信外かなと思いますね。5番は釣ってもあんまり意味はないかなと。落ちても強人だと思ってるんで、ヘイトのばらまき方が人狼ではないんですよね。で8番も人狼っぽくはないんですよ。5番、1番比較したときに、適当に5番って考えたときに、まあ、要素が少なかったときに、7番の占い位置って飛びそうになるんで、発言が伸びてない人が飛びそうになるんで、一番発言を伸ばすはずなんですよ。そうなったときに占い先が飛ばないんで、自分の HP 管理をしとかなきゃいけないんですよね。そうなったとき一番残ってるのが4番なんですよ。で4番が人外落としてない、4番の人外要素落としてないって言ったんですけど、2番の評価をゲロ上げしたときに他の精査をしてないって俺は一応落としましたよ。そうなったときに周り見渡したときに一番人外臭かったのが4番かなっていうのを一応落としておきました。その時の4番が不当に言ってきたんで、そこのところがずっと気になるかなっていうぐらいですかね、はい、5番は待っても意味ないと思いますよ、はい、でもしょうがない。投票をしてください。アバターをタップして選択できます。うん、じゃあ5番釣ります。投票放棄もあるけど安牌の5番釣ろう。ライン切りだったら知らない、したやつが悪い。ライン切りだって9番2番人狼なんでしょ。でデータ上5番いってんでしょ。うん、ライン切りしてたら5番投票を終了しました。やつが悪い、もう知らねえ。追放されるのは1番何してんの、ほんとによ。1番もあれだけどさ、発言します。ポンポンなんかしてる1番が悪いけど。釣ったら意味ないんじゃない、釣ったら意味ないんじゃない。1番も5番もなんか安牌そうなんだよね。5番は強靭ってあくまで一応落としてるんで。で、2番が人狼だったら美味しい展開だよね。そこで発言が違うって言われても俺は困ります。で、最後に5番釣って。はい。それだけ。1、5番釣る仕事して。4番占った方がいいっすよね。ヒロちゃんは5番釣りますよ。何があっても。夜になりました。そのままお待ちください。1番もう人狼で4枚いってんだったら1番が悪いんだからもう。人の責任だから俺の責任じゃないし。人狼ってのは人の責任すればいいんだよ。人が悪いんだから。俺の責任じゃないんだって。うん。ある、復帰戦でこんなプレッシャーをやられても困るから。もうほんと俺ゲームしたいんだから、適当に。だって復帰戦だし別に。この試合落とそうか落とさないか別に僕は痛くも痒くもないから。もうさぁ、そのままお待ちください。疲れたわ。まあ占い結果を占い結果で占い結果占い結果昨夜襲撃されたのは7番さんです。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。じゃあ5番釣ります。5番釣ります。8番さんが発言します。そんなことあります？ん？
なんか自身の中で発言からいろいろ持った結果、占い一角の状態だったんで、今更出れない狂人が潜伏して縄を吸いに来た、それに当てはまるのが主に5番だった。その上で、騎士は神の読みやったんですけど、この髪型って、神教ですか？はい？2番さん落としていいですよね、普通に。ダメ。わかんないけど、なんか言い訳とか、なんか一応聞くけど、普通に神切って落としていいと思ってます。でも今日読み合った先に黒言っとかないときついと思うんやけど、1番さん、私黒く見えてなかったもん。色結果聞いてないけど黒だと思ってないんで、意味わからへん。何この髪。だったら黒探さなあかん。何これ、ニクロで教授に見せたい髪。何この髪。マジで混乱するんやけど。どうしたらいいの。6番さん白いんやろか、何なのか分かんないけど、もう5番しか俺いけねえから5番いくよ。4と8分かんねえから5番いくよ。しれっとね、今は言わない、明日しれっと投票。5番さんが発言します。わざだから。2と8、霊能が、1号の欄って言ったんでしょ。でそしたら騎士の2人が5番に入れたっていう結果が決戦投票に出たんだから、村の人はこれ、2と9の新教の可能性もあるけど、狼がいた場合これ1に入れた方がいいなってなるよね。と1と5が両方出場でも、なんで5に入れ続けたのかなっていうのが、だから騎士2人が5に入れてるのに、そのまま5に入れ続けてるってのがおかしいだろうっていう考えから、まあ、8かなと思うけどね、まあ2は人外だろうけど、で、2が、まあ1が黒だったらもう、でも1が黒だったらこの髪型しないのかなとちょっと思ったし、1が黒だった場合は、2がローだったらもうアウトだから、だからまあ2がロー、まあ、狼が外側にいた場合は、4パチか5パチだけど、2が強で。でも、5に狼が入れてることになるから、2が強人だった場合は4パチだ。4パチロー。で、2がローだった場合は2、8ロー。2、8ロー以外あるかな？ 2、8ローで、2、8ロー以外だと、2、4がローで、1と5のランで、どうなんだろう。5番に、5が白だった場合、5がローだった場合、5に入れ続けられるかって言ったらないような気するから、まあ、まあ、さっき言った感じで、2移って3が噛まれて、次8行く。僕が死になる。2番、3が発言します。昨日、7番さん持ったのつもりだったんですけど、噛まれてしまったんで、どうなったんだろうなと思って、守ったつもりだったんですけど、あれ、なと思って、いや、おかしいなと思って、はい。なんで、ちょっと、どうしようと思ってるんで。守ったんですけど、ちな。3番さんが発言します。6番と9番さん、4番は手つけなくていいと思ってんよ。まあ、4番が、まあ、1番に対して言ってる内容はね、あまり僕の中では理解できないけど、まあ、4番さんもあまりなんか人外っぽさ感じるのやな。まあ、4番の中で、まあ、2番に対して、まあ、2番さんが人外っぽくないんだっていう要素を落とした時とか、こういう時って、まあ、4番、2番って、まあ、繋がらんなって思ってるよな。僕ね、まあ、ニッパチこう釣り切ってほしいなと思ってんよ。6番、9番さん。ニッパチは100釣り切ってほしいなって思ってんよ。その上で、まあ、終わらなかった時に5番やないんかなって思ってるけど、まあ、1番さん人間っぽさ感じんわ。ごめん。まあ、1番さんの中で4番が人外じゃないんかっていう要素って、まあ、なんか要素になっとらんなって1番さん思ってるし、まあ、1番さんの中で5番から、まあ、1番に対して向けられたのを聞いた時に、1番さん5番を釣らなくていいんだって。5番さんの人間要素って本当に1番さんの中で取れた？なんか1番さんの中で5番強人だって置いてるの、
中で1番さんが5番に対してなんかうまみがないんだって言ってるものがあまり理解できないなって思ってるから、まあ、1番さん人間っぽさ感じんはごめんけど、まあ、ニッパチ釣り切ってください。ニッパチ釣り切った上で、まあ、4番5番だったら、まあ、4番の方が人間っぽさを感じるかなって思ってるから、まあ、読まれてかけんでいいわ。はい、まあ、これねあくまでも僕が今日噛まれちゃうから、まあ、これ遺言で残しとくわ。あー、どうなんだこれ、6番さんちょっと帰ってこんかな。6番さんちょっと帰ってこんかな。いやー、なんかね、5番から1番の要素も要素になる。思ってたわけでしょ。発言します。で、まあ、5番さん狂人で置いてるんだったらば、占い師が、まあ、狂人を占いたくないって感情ってわかると思うのね。だから1視点でその5番狂人を置いたときに ご投票しないこと自体がおかしいと思ってるから、1番さんが狂人だと思うから、2番さん人狼で前方8番さんなのかなと思っちゃって、だって本当に投票を見たら、まあ、キューバさんの言う通りなんだけど、92が5を入れてるから、一番さんめちゃくちゃ狂人か人狼か分かんないけど、まあ、狂人っぽかったんでね、発言的には。だから、一番さんの狂人だなって思った時に、92を進路で仮定した時に、5に入れるっていうのが、8番さんないなと思ってるんですよね。まあ、1がローの時でもと思うんだけどね、急にが5投票してるからっていう風になると思うんだよね。で、5番さんって一旦その4は盤面的に白って言っちゃってるでしょ。だからあんまり4のこと叩けない人なんですよね。ってなるとやっぱり28ロー1強人っていうのが濃厚なのかなと思っちゃうけど、まあ、この後の5番さんの精査聞いてまた精査し直すかもしれません。5番さんが発言します。うん、まあ2番さんは人道でしょうね。この場合強人だってあげてっこいなんてね。2番さんの人道は1周目、1、2周目の2周目で分かったんですけど、7の、まあ、あの杉寄り方と、8番さんも、ただ8番に関してはね、2周目かなと思ってたんですね。ただ、投票コード見ると、やっぱ28が5に入れ続けてる事実。うん。まあ、いつ号で狂人探してたという目線もあるし、ただ1番まだね、まあ、確定の狂人ではなくて、盤面的に読まさないって絶対村か人狼多いんですね。多いんですね。だからそこでやっぱ1が無駄で4が、そうですよね、人狼と思っていた可能性もあるので、狂人としてまた落としてるんで、マックスそうかなって思ってますね。まあ、今日2番さん落としてですね。多分3番さんぐらいは噛まれるか、9番が噛まれるか知りませんけど、投票コードから見てれば8番さんはもう無駄じゃありませんね。迷ってないんですよね、もう。2周目か、一切。で、私になんかこう、無理に狂人塗りすぎたんで、ちょっと無理だと思うんですね。多分、騎士だと思ったんじゃないですか、なっちまうんですよ、私は。現状見てますが、まだロックはしなくて、2番さんは確定の店なんで落としています。あなたの発言です。はい、2番つって、奈良の占い師って5しかないでしょ。5番がなんか人狼で、だってさ、5番でなんで2番が狂人の世界なの？なんで狂人で出るのが理的なのかがよくわかんないんだけど、これ。
狂人でも人狼でもどっちでもいいんじゃない？今みたいに芯取ればいいだけだから。どうせ噛むとこ7しかないでしょ。うん。まあ、だから2狂人だったら5狼も別にあるわけだから、5、4か5、8あるから5番じゃない。占い師だって5番でしょ、普通に考えて。1、5の欄って言ってんだから。だから5番が占われたくなくて噛んだ。噛むしかなかったって考えるのが普通じゃない？うん。まず別に2がローでも2号で投票して、ね。例えば2の結果が黒って出たら、5番はないんじゃないと思わせる作戦も別にあるわけだし。なんで5番の中で2番の狂人はないんだろうか。不思議で不思議でしょうがないっていう。俺からすればね。まあ普通に考えて、2ってこう言って、あと4、8審議でいいんじゃない？まあみんなが4、8で 4番いかないってなったら8番でもいいけど。まあ、5番でしょ。かなり濃厚。2号で終わったらもう2やりやなですよ。俺やったぜっていう。7番の2号黒見えてて、6番よく言ってくれた。それからね、2強人だったら5、4か5、8。4と8の5番ない方はもう震えてるでしょ。6番咲いてる。5番にたどり着くやつどこいるんだろう。うん、普通たどり着かないんですよ。強読みとかそんなことなのでシンプルに考えちゃうと。人狼ゲームですよ。平和村も想定して動いてるんですよ。うん。見えました。うん。なんで2番は人狼でなんか思い込んでるのか、ね。5番が怪しいところ。狂人はないんですか？まあ、2番は確定人外が確定なんて、狂人か人狼なんですよ。わからない人にとってはね、2択になるはずなんです。うん、怪しいですね、5番は。はい。投票してください。アバターをタップして選択できます。私は狂人じゃありませんから。私は単に、ただの、あれですよ。当時ね、私は決して言ってるわけではありませんから。そんなね、心が狭い男じゃありませんから。投票を終了しました。追放されるのは、2番、3です。2番、3が発言します。夜になりました。そのままお待ちください。お待ちください。守られたとしても、もうワンチャンかけるしかねえから。普通は三神だけど、まあ普通に九神入れんの？いやーもうわかんねえじゃん。五番かもしんねえよこれ。じゃあ8番。3番さんがもうシフト発言します。あ、ニクロです。ニクロで、まあ8番今日強いますね。まあ6番さんに今日8番強いんで、あの方向変えないでほしいなと思って。あ、いいですよ、8番でいきましょうか。なんかね、8でいきましょうか。僕結構4番の中で一番強靭じゃないかっていう思考は理解できるなと思ってるわ。じゃあ8でいきましょうか。だから6番さんって一番の、うん、じゃあまあ5発もらんでいいんじゃない。一番からそもそも5番に対して、まあ、5番が強靭するけど4番にかけよ。なんか5番に対してする旨味がないんだって言ってるけど、一番さんって、まあ、5番陣内に見えたら5番つってもよくね。その上で4番に対して投票するもんってなんなんやろな、ね、4番から4番があの人外なんだって言ってる要素が僕の中では全く理解できないの。だから一番さん変やなと思ってるわ。なんか8番つって終わらなかった時にはまあ、4番、5番だったら、僕は4番さんは人間っぽさを感じれるかなって思ってんだ、6番さん。でも5番に対してもね、そんな人外っていう要素はつかめてないから、結構2番、8番で終わるんじゃないかなって思ってるの。2、8、狼、1番、狂人とか、この線じゃないかなって思ってるから。だから今日8番釣るわ。はい。はい。これぐらいかな。うん。だからね、8番、5番、狼とか見えないよね。まあなんかね、2番狼に落ちてるから、まあ、8番、5番狼が見えないよね、そもそも。で、2番が、5番に対して投票してるところから、2番、5番には見えず、まあ、2、8狼じゃないかなって思ってるから、まあ、8番に託しかいかんわ。
だから2番の中で5番に対して投票変えたとこ、2周目に変えたっていうところに関しては、まあ、臭みを感じてるんやけど、まあ、8号を比較したときには8番さんは人間っぽさ感じんかなと思ってるわ。はい、あとは行く。4番さんが発言します。そうですね、まあ、8番さん行っちゃうかなと思うんですよね。まあ、だってその2級が誤投票してるから、やっぱりその私は本当に1番さん強人、まあ、強人っぽい人狼かもしれないと思って1投票してるわけであって、で9、2が新強だとしても、まあ、強人ってさ、ご主人を抜く力ってすごいあったと思うから、2番さん人狼だったんだけど、想定した時に、まあ、5番さんは多分村だと思って投票出るだろうなっていうのを想定してのまた1投票だから、ずっと私は1投票してるんですけど、だからその票読みっていうか思考を推理した上の投票だと思ってるから、はい、まあ、8番さん行きます。まあ、8で終わらなかったら5番さんなんですけど、まあ、その時5番さんと戦う発言っていうのは何かあったかなっていうのをちょっと思い出しておきますけど、まあ、8で終わると思ってますね。はい、ただちょっと、まあ、うーん、6番さんがなんで5番さんにその二強人で追わなかったんだって言ってるけど、逆に8番さんは騎士新教しかほぼ追ってなかったと思うんですよ。なんでその8と5のね、だからまあ1が強人じゃなかった場合は6強人もあるのかなっていう想定で聞いてました。はい、8いきます。5番さんが発言します。まあ、今日8番いきますね。盤面的にやっぱ人級が私に入れてるんで、どっちか強いるんですね。だから2番はどうしかなくて、で、不安なのはこの6番さんですね。ノブの8カバーですよね。5番がもう黒黒黒で、当編はね、確かに2に行った後5に変えてるんですね。で、6番さんが超実践ってもう1号って相撲だって確定するので、まあ、どっちでもよかったと思うので、投票行動ね。ただ、この人もマックス強人なので、今日8番に行きましたね。ここで絶対終わると思いますよ、私は。だって2番の次で考えたらそこしかないので、まあ、4番さ、盤面的にですよ。ここは村か人狼、強人がない位置なので、私は4番か5番俺だった方がいいってプロ言われたよ。強人でもないので、はい。では8番投票しますね。終われないってことはありないと思うんですが、この6番さんがね、まあ白なんですけど、なんていうか聞いてください。あなたの発言です。あの、強人じゃないですよ。1番なんじゃない ?1 号の欄で4位行ってる人って村だと思う。居残らなきゃいけないでしょ。5番投票したらいいじゃん。思うから。それなら別に8で構わないですよ。はい、もう3番の指示に従っていいんじゃないですか。別に、あの、巨人じゃないです。色わかんないから。直近の5番が変だなと思っただけですよ。なんで2番の色が人狼なんだって思ってるから。で、7番の占い師は5番じゃないかって私の推測ですよ。秒読みだけしていたらね、この人狼ゲーム勝てませんから。ただもうニクロなんでしょ?別にいいんじゃないですか ?3 番の意思決定に従って。まあ一番当たりが強人って普通考えれば、まあ最悪ニナは使えんじゃない?俺は村なんですよ。難しいよ。本当に1番村だったらさ、1号の欄なら5投票すりゃいいじゃないかって思うんだけど。難しいよね。あ、今人狼だったのね。強人もあるのかなと思ってたわ。どっちか分かんなかった、俺は。二郎構成まで考えてました。4、5、8、二郎構成まで。シンプルに3択ですね。まあいいんじゃないですか。別に僕が、なんか、変えることをしてもしょうがないので。何よ、この3票は固まるので。難しいゲームっすよね。問題は、はい。
何をしているのかな、この人はって思うんだけど。三噛みはいいって思うのに、三噛んだらいいのに。もう、呆れ返ってくるわ。8番さんが発言します。だから別にどっちでもよかったんですよね、色結果なんて見せたところで。っていうのが、6番さんの、含む発言がかなり強靭臭かったんで、その、なんだろうね、2番に今日合わない、5番、おかしいおかしいおかしい、連呼が。3回目はいいだろうよ。8番、連れてってんのに、なんで人狼使用してんだよ。まずそこにかけたっていう神です。それしかないですね。一番さんに関しては。俺が露骨に5番っていけねえのによ。露骨にいけねえんだから3番の表消せばいいのに、もう。そうって、で、これマジで一周ボタンどこ行ったって感じなんですけど。3番噛んだらいいじゃん。9番にグッジョブされようが、もう。アバターをタップして選択できます。俺が強靭で5番行きますって露骨に言えねえだろうよ。待ちゃいいのによ。本当に疲れるよな。出なくたって別に。疲れだわ。3噛まないと明日はないし、守られたかもしれないけど、ね。投票を終了しました。追放されるのは、8番さんです。もう終わるんでしょ、これでもう。終わんない未来はないのか。試合終了。敗北しました。あ、しょうがないよね、もうこれ。